久保さん、確かにパラドックスですね。世の中パラドックスだらけですね。<laughs> パラドックスだらけですね。まあ結局、どこの側面から見るかだけだと思います。だ側面の見,見方を変えたら、うん、正しいが悪になり、悪が正しくなるんですよ。見方を変えるとね。だから、うーん、例えば、まあ分かりやすく言うならば、日本がね、戦争してた時は、あの、 人殺し OK で人を殺したらヒーローじゃないですかでそうですよね人,人を殺すとヒーローだったわけですよねでも物の見方を変えると人を殺してヒーローってどういうことっても言えるわけじゃないですかでも当時はアメリカ人敵人を倒したらヒーローですよね人殺してるんだけどうんまあこれ本当に物の見方かなと思いますだからその例えば 特攻隊もすごい勇気あるすごいなっていう見方もあるけど人を殺しに行ってるだけなんですよねでももちろん彼らは望んでなかったとは思いますけどもうんだからもう本当に見方を変えてしまうと全部成果もここになっちゃうんでだから結局人生っつうのは何を見るかですね何を見るかで決まるんじゃないかなと思いますねどう見るかっていう でも逆にこういうその見方がいろんな見方ができるようになったっていうのが良かったなと思えることですね一つの現象をいろんな角度で考察するいろんな角度で考えてみるでいろいろちょやってみるっていうこれができるようになったのは本当に良かったなと思いますね多くの人はこれできないんで だから悩みに関しても、まあ僕も悩みはある出ますよ。ね。悩みを見,見、ね。髪の毛が薄くなったとかね。ありますよ。まあ、小さいことから大きいことまでいろんな悩みはありますよ。だけど、見方を変えると、それをチャンスに変えることもできるし。別にハゲたらハゲたでそれをネタにしてね、金稼げるし。ねアデル。アデランスとジョイントしてもいいですよね。<laughs> アデランスのアフリートしまくってもいいですし。 まあまあまあ、そんな感じですね。いってらっしゃい。